たちはどうやらこの雛見沢を守る使命を帯びているようなのです。そうですわね。世界は違っても雛見沢は雛見沢、私たちのできる限りのことをしたいですわ。もちろん俺たちも協力するぜ。今日は迷惑かけちゃったけど、次は絶対挽回してみせるからね。正直僕は心配だ。里子まで魔法少女になってしまった。大丈夫ですよ。どんな強敵が現れようと、きっと勝てる。そして雛見沢を守ることができるはずだよ。そうなのです。雛見沢の平和はみんなの肩にかかっている。